裾野駅は、静岡県裾野市平松にある、東海旅客鉄道御殿場線の駅である。駅番号は、CB14。裾野駅は、裾野市の中心市街地に位置する市の代表駅である。高津駅から、御殿場駅を経由し、沼津駅へと向かう御殿場線の中間駅であり、かつては普通列車に加え、新宿駅と沼津駅を結ぶ特急、朝霧が停車していた。 駅の開業は1889年で、御殿場線の途中駅の中で、丹那トンネル開通以前に、東海道本線の駅として開業した7駅の一つである。開業当時の駅名は、地名に由来する佐野駅であった。裾野駅の当初設置予定地は、裾野赤十字病院付近であった。しかし、地元の猛反対に愛助の原神社の場所に建設を、 検討するが、明治天皇の意見により現在の場所になった。1915年に、大阪府にある、佐野駅や栃木県にある、佐野駅と紛らわしい、という理由で、現在の裾野駅に改称した。改称時に、裾野を名乗る、市町村はなく、富士山の裾野にあるから、あるいは、箱根山、足高山の山間にあるから、裾野と名付けられたと言われる。周囲の町が、 裾野町となったのは、駅名解消の後の1952年のことであり、町名の裾野は、駅名に由来していると言われる。ホームと駅舎の裏側東口裾野駅は、ホームが地面に接する地上駅である。ホームは一面、乗り場は二線であり、ホームの形式は二本の線路がホームを挟む、島式ホームである。乗り場は、ホームの西側が一番線、東側が二番線で、 一番線を御殿場方面行きの上り列車が、二番線を沼津方面行きの下り列車が使用する。一番線には折り返し列車用の信号機が設置されており、当駅で折り返す下り列車の設定が可能である。ホームのある線路のほか、保線車両の留置に使用される。ホームのない側線が上下線の外側に一本ずつある。駅舎及び改札口は、 校内西側と東側の2カ所にある。校内西側にある駅舎が、駅本屋で、ホームから1番線をまたぐ、古戦橋を渡った先に設置されている。駅本屋内には JR 全線切符売り場や、自動券売機、キヨスクがある。校内東側、ホームから校内踏切で2番線を渡った先にある駅舎にも、駅員が配置されており、内部には、自動券売機が設置されている。 2017年2月25日からエレベーターが設置され、西側改札口からエレベーターで通行が可能となった。裾野駅は JR 東海の駅長、駅員配置駅である。また、管理駅として、裾野市、長泉町、沼津市にある御殿場線の4駅を管理している。静岡県東計年間によると、 2018年度の1日平均乗車人員は2561人で、ある利用客数1。近年の推移は以下の通りである。駅西側駅周辺は、裾野市の中心市街地である。駅西側地域は、裾野市の顔であり、裾野市役所やベルシティ裾野もこの地域にある。駅西側の駅前からは、静岡県道345号裾野停車乗船が、 西へ向かって伸びている。裾野市による駅制度地区が整理事業の事業認可が2003年2月に下り、駅周辺の整備が開始されることになった。駅周辺の拠点性の強化のため、駅前広場の整備、駅自由通路の建設、駐車場、駐輪場の建設などが予定されている。駅の西口側には、裾野駅という名称伸ばす停留所が設置されている。このバス停には、 富士急式バスの路線バスと、裾野市内を循環するコミュニティバス、裾野ウルが発着している。なお、イベントなどで別の場所で発車することもある。裾野駅バス停に発着するバスは以下の通りである。東海旅客鉄道 CB5 店舗線、岩波駅裾野駅,裾野駅長泉滑駅駐車区、編集出展、編集、ありがとうございます。